インテンシティ、スピードテックインテンシティ。お願いします。今オフシーズンに入って、まあ、少しずつ体を動かして、あの来シーズンに向けて準備をしている段階ではあります。今シーズン、いい形で昇格して、どのようなシーズンでしたか。やはりチームとしては最初何としてもまず残留して、J1 に残るっていうのを、まあ、前提にしながらのシーズンだったんですけど、ただそうした中でも自分たちのこう J2 時代から積み上げてきたスタイルを大切にしながら、まあ、戦ってきた部分があったので、そういう意味ではものすごく J1 相手でも、手応えを感じる部分と、もっともっと自分たちできるんじゃないかなっていう、こう課題も見えながら、ただすごく前向きなポジティブな、シーズンだったのかなっていうふうに思っています。昇格してから序盤から一定勝ち点を積んでいる選手なんですけど、勝ち点を積み立てました。そうですね。ですし、まあ、相手に臆することなくというか、本当に自分たちのこうスタイルを大切にしながら常にこう立ち向かっていくというか、自分たちのスタイルを貫き通すっていうのが、まあ、ものすごく自分たちにとっては非常に大切なことだったのかなっていうのはシーズン通して思いました。チームとして今振り返っていただきましたが、個人としてはどのようなシーズン。まあ、あのリーグ戦は本当に数試合しか出れずに苦しいというか、悔しい、本当に悔しい思いをしたんですけど、ただそうした中でもリーグ戦であったり天皇杯ではあの出番を出場機会っていうのがあったので、そうした中で自分自身、まあ、負けはしましたけど、あの川崎、天皇杯の川崎フロンターレ戦でもあの点を取ることができましたし、まあ、自分自身のこう手応えというか、もっともっと良くなっていくんじゃないかなっていう、部分は感じながらも、ただやはり選手としてはリーグ戦に出て、あの結果を出し続けなきゃいけないなっていう、こう自分の中での課題とか、まあ、悔しさっていうのは常にありました。白血病発症から復帰して約5年ですが、現在のコンディションというのは病気前と比べて、病気の前と比べるとどっちがコンディションいいかって言われたら、もしかしたら病気の前の方がいいのかなっていうのは、まあ難しい部分があるんですけど、ただその中でもこう病気になってからワンシーズンワンシーズン過ごしていく中で、間違いなくこう自分自身積み上がってる部分、コンディションとしても間違いなくこう上向きできてる状況なので、そういう意味ではもっともっとこれから自分自身のトップパフォーマンスに近づけるというか、目指せるんじゃないかなっていうのは自分の中で持ってます。そうですね、最初あのトレーニングキャンプの前のメディカルチェックの段階では特に何も異常が見当たらずに、そこから、まあ、プロ選手としてスタートしていったんですけど、キャンプの途中からだんだん体重が減ってきて、まあ、うまく絞れてるのかなって自分の中では あって、はい、意外と体も動くし、もしかしたらこのまま結構いいパフォーマンスを見せてチームにこう絡める、試合に絡めるんじゃないかなってい こう手応えがすごい感じてた中で、だんだん開幕戦が近づくにつれて疲労であったり、まあ、だるさとか、あとは何ですかね、まあ、いろんな症状が出てきたので、なんか徐々にそのやれるかもっていう手応えから、徐々に不安がこう大きくなっていったっていうのが、あの病気がこう分かるまでの経緯だったなって思います。血液検査もするので、まあ僕の場合白血病なので、血液検査を見れば異常な数値かどうかっていうのは多分比較的分かりやすいものだったと思うんですけど、そこでもこう特に異常がなかったので、その段階ではどうだったのかなっていうのはこう思いますけど、シーズンが開幕してからですね、その異変というか、もしかしたら何かあるんじゃないかなとか不安に思ったのがどん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 膨れ上がっていったのは、まあ、リーグ戦が開幕してからですね。なので、まあ2月末から
病気が分かる4月の末まで、その2ヶ月間の間にどん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 自分の中で、ちょっともしかしたらっていうのもありましたし、でも多分そこを考えるよりも自分自身がこうコンディションが落ちてるっていうのが、シンプルにサッカー選手としての自分自身のこう至らなさというか、やはりまだまだプロの世界って厳しいもので、1年目でまだまだ慣れない部分があるからできてないんだなっていう、そういうふうに自分自身矢印を向けてたので、特に何か病気を疑うっていうよりかは、まあ、自分自身のコンディション不良なんだなっていう部分にこう矢印を向けてたなって思います。実際その病院を受診をするきっかけっていうのは何か、その約2ヶ月間そのリーグ戦が開幕してから、診断されるまでの2ヶ月間の間に、ものすごくこうリンパ節というか、こう首の周りが、ここがこう何ていうんですかね、ビー玉が入ったみたいにこうどんどん腫れたりだとか、あとは夜寝てる時にこうパッと目が覚めたらものすごく背中に汗をかいてたりだとか、まあ、本当に症状を挙げたらキリがないんですけど、貧血でこう倒れそうになったりだとか、本当にいろんな症状が出てきて、なんだろうなんだろうって思いながら、最初スタメンで出てたところからサブになって、あ、このまま行ったらもしかしたらこう出れなくなるかも、もうそれこそスタメン外れてベンチも外れて、どんどんチームに貢献できるかできなくなるかもしれないなって思った時に、もう心も体も結構ボロボロで、もしかしたらこうこのまま行ったら自分自身サッカーをやめなきゃいけないのかなっていう、こんなにこう自分自身のコンディションがうまくいかなくてチームに貢献できないんだったら、サッカー選手っていう選択肢をこう諦めなきゃいけないのかなっていう部分まで自分自身を疑ってたので、まあ、それで正直心が折れてしまって、まあ、ドクターにこういう症状がありますっていうのを伝えました。リンパ節の腫れとかをとか、喉がこう痛くて食べ物とかあんま食べれないですっていうのを相談して、次の日ですかね、リーグ戦のアウェーの時のチームドクターに相談したので、とりあえずまず新潟に帰ってから検査してほしいということで、新潟に帰ってから、まあ、まず血液検査をして、その日は終わったんですけど、ただその次の日練習する前ですね、朝トレーナーから電話かかってきて、ちょっと血液の数値が異常だからもう一回検査してきてくれってことで、また病院に行って検査をしました。そこでまた再検査をして、白血病とは言われてないんですけど、まあ、白血病の疑いがありますっていうのを初めてその時に言われました。サッカーチームの関係はどういうことでした？もうそこから多分一切練習に参加できなくなったというか、その検査をしてから検査入院するまでの間はリハビリというか、とりあえず様子見でバイクを漕いだりだとか、室内でちょっとだけこう体を動かすぐらいのものしかできなくて、でその緊急入院というか検査入院が決まってからは、全くもう他の選手たちともこう直接会うことができなかったので、まあ本当に急でしたね、そこの診断されるまでの入院とか検査の段取りっていうのは。早く自分自身のこの不調の原因が分かってほしいなっていう思いでしたね、その診断されるまでは。ちなみにその当時、所属した、アルビレックスはどのようなサポートをその間にくれたんですか？白血病っていうのが分かって、まあ、入院する、でその入院が結構いつまでというか、病気がいつ完治というか、まあ、治るかっていうのが分からない状態で、まあ、クラブとしてはまずはこう自分自身がもし復帰を目指すんであれば、しっかりとそこまでサポートしたいっていう言葉をかけてもらいましたし、その復帰までサポートするっていう段階で、まずはじゃあ契約を続けるんではなくて、一度凍結して、僕自身が治療しやすいように、病気と戦いやすいようにクラブとしていろんな配慮をしてくださったなというふうに思っています。
血病と診断されるわけなんですけど、診断された時の気持ちはどのくらいありましたか？まあ、本当最初に思ったのは、あ、良かったなっていうのも、やはりこう自分自身が原因でコンディションを落としてうまくプレーできてないっていう部分に自分自身は矢印を向けてたので、その原因っていうのが自分になくて、病気のせいだったから今までこんなに苦しくて全然動けなくて、まあ、周りにいろんな迷惑をかけてたんだなっていうのが分かって、正直ものすごくほっとして、あ、白血病って、まあ、血液の中に、まあ、異常なものがあるというか、まずその自分自身の悪い細胞っていうのをやっつけるために抗がん剤治療っていうのをまず5ヶ月ぐらいですかねやって、まあ白血病の悪い細胞をやっつけながら、次は骨髄移植っていって、まあ、他の方から血を作る細胞を分けてもらって、自分自身の血を作ってもらうっていうような移植手術をまずは目指そうっていう段階でした。退院するまでは1年ぐらいですね、合計して。プレイヤーとしてやっていくって決めたのはどれぐらいの時期？もう一回プロを目指そうというか、もう一度ピッチに立てるまで頑張ろうって思ったのは、それこそそのクラブがこうチームとしてしっかりサポートしていきたいっていう言葉をもらえた段階だったので、そういう意味では本当に初めの段階ですね。病気が分かって1ヶ月以内ですね。特に自分の心の支えになったものだったり、人だったり、はい、まああげたらキリがないですけどでも特にあげるとすれば、まずはまあ家族の支えっていうのがある中で、僕9歳下に弟がいるんですけど、当時中学生ですかね、その弟が、まあ、普段あんまり会話とかもしないんですけど、その弟が病室に来た時にこうもう一回サッカーやってるとこ見たいなっていうのをこう言ってくれて、まあ、その時にもう一回自分自身こう弟の憧られてる、まあ、兄として頑張んなきゃいけないなって思ったのが、こう自分自身頑張ろうって思った結構大きな部分ですね。今までは当たり前のようにサッカーをプレーしてトップになるんですけども、改めてサッカーと自分みたいなのを考えたりしました？考えましたね。自分の人生何だったんだろうなって、病気になってから考えると、やっぱサッカーにいろんなものを教わったなというか、ちょっと大げさかもしれないですけど、サッカー以外からは何も教えてもらってないなというか、本当にサッカーから自分自身こう自分を作ってもらったなって思ってるので、本当に自分にはサッカーしかなくて、だからこそサッカーを通じてもう一回いろんなものを表現したいなっていうのは、病気になってからこう改めて気づかされた部分ではありました。覚えてますね。最初ストレッチをしたりだとか、階段を上がったり、人が持ってるボールをこう取りに行ってもう一回座るとか、本当にそういう日常生活レベルのリハビリからスタートしたんですけど、もうそれすら嬉しかったというか、やっと外に出れて、やっとこうサッカー選手を目指す中でのリハビリの第一歩を踏めたっていうのが、自分の中でものすごく嬉しかったのを覚えてますね。でそれと同時に、本当に自分の体ってこんなに衰えたんだなっていうのもその時こう感じました。最後の方にボールを投げてもらって、ボールを足で蹴って返すミートの練習があったんですけど、全くその狙ったところに飛んでいかなくて、普段であればなんてことないというか、当たり前のようにできてたことが全くできてなかったので、まあ、ここまで衰えるんだっていう、なんか、まあ、逆にショックというよりかおかしかったというか、
そういうのはありました。頭はしっかりしてるけど体がその通りに動いてくれないみたいなちぐはぐな感じはしました。でも今思うと純粋に楽しんでたなっていうか、こう外に出れてリハビリをスタートさせてサッカー選手としてこう踏み出していく一歩を踏めたっていうことが嬉しくて、本当ただそれだけだったなって、本当に夢中だったなって思います。個人のトレーニングからチームのトレーニングに移行するまでは大体どれくらいの時間が必要だったんでしょうか？6ヶ月とかそのくらいになるかなと思うんですけど、それまではまあ、トップチームっていうよりかはユースチームとかジュニアユースチームにこう参加させてもらって、少しずつこうできるセッションをこなしてったという流れですね。やはり動けば体がきつくなってこう硬くなってる部分であったり、どこか悲鳴を上げてる部分があったので、そこはトレーナーの方に相談してこうストレッチマッサージしてもらったりだとか、じゃあこういうトレーニングしたらいいんじゃないかっていうアドバイスももらいましたし、まあ、ドクターに関しても血液の結果であったり自分自身の今の現状をこうしっかり話して、まあ、このぐらいだったら大丈夫なんじゃないかっていう部分までしっかりとこう話をすることができたので、そういうメディカルのスタッフにも本当にこういろんな部分を気にしてもらって少しずつこう歩んでいった感じです。そこからチームトレーニングを受けすると思うんですが、その日のことを覚えてるんですか？覚えてるのは確かトップチームが試合の次の日で比較的軽いメニューでじゃあちょっと入ってみるかっていう感じで入れさせてもらったんですけど、僕が所属してた2016年とはまた選手が結構変わってて、初めての会う選手も多かったですし、少しこうものすごく緊張したというか、初めて入るので、まあ、邪魔しないようにというか、できるだけこうしっかりとこう正確にこうプレーするのを心がけてたなっていう印象はありました。ボール蹴るのってこんな緊張したっけってぐらいな、トップチームの選手とやっぱやるっていうのはまた自分の中では特別な感情がありましたね。上の選手たちに、まあ、怒られないように頑張ろうってその時は思いながらちょっとビクビクしながらやってましたね。ロッカー自体はそのリハビリでユースのところ行ったりだとかジュニアユースのところ行ってる時もトップチームのロッカーを使ってたんです僕は。なんですけど選手たちがこうトップチームの芝のトレーニング場に行くのと反対側の方向から僕は出て、ユースのアカデミーの選手たちがやる人工芝の方に向かっていかなきゃいけなかったので、まずその時点でもう一緒にこう歩いていくこともなかったですし、時間のスケジュール的にもちょっと違ったのであまりこう関わることがなかったんですけど、そうやってトップチームの練習に参加するようになって、だんだんこうトップチームの選手と話をしたり食事の時間が一緒になってこうお互いの話をしたりっていうことが多くなりました。その時に特に仲良くしていた選手って交流があった選手っていうのは初めてこう喋ったのは今も新潟にいるんですけど高木義明選手で、高木選手の弟と僕は年代別の代表の時に一緒にプレーしてたので、多分そのことがこう多分高木選手も知ってて、それで最初に声をかけてきてくれて、なんかものすごくロッカールームでこうなんだろう小さくなりながらこう生活してたんですけど、そうちょっとこうその声がけによってこうちょっと楽になったというか、気持ちがものすごくこう楽になったっていうのは思い出します。強度が上がっていくにつれて苦労したのか、何か苦労したのか、まあ、やはり強度が上がるっていうことはそれだけ体の心拍数というか心拍数が上がるので、僕自身はその心拍数が上がるっていうことがものすごくこう適応ずっとできなかった。なんでその一回息がガンと上がっちゃうとその後全く動けなくなって、プレー中でもこう全然動けなくなっちゃうっていう現状があったので、そこのまずはじゃあどうやったら心拍数が上がってもこうプレーし続けることができるんだろうかっていうのは2019年ぐらいまでの本当に夏前ぐらいまでずっとこう苦しみながらプレーしてたなっていう記憶がありますね。
実際試合に出場するまでは、病気の発覚からどれぐらいかかる？試合に出なくなってからおそらく3年半ぐらいですかね。初めてこうメンバーに入ってドキドキしてなんかそこを目指してたはずなのに、そこまでやっと手の届く、もう少し頑張れば試合に出れるっていうところまで来た時に、なぜかすごいドキドキして、こう一番気持ちがこう安定しなかった時期だったかなと思います。ただその後もう一歩で試合に出れるっていうところから、なかなかこう試合に出れてなかったので、そこのもどかしさだったり、逆にじゃあ試合に出るためにどうしなきゃいけないのかとか、もっとこう自分自身たくましくなきゃいけないのかっていうのは常に自分の中でこうイメージしながら、でもやっぱその試合に出るまでの、メンバーに入ってから試合に出るまでが一番こうドキドキしたというか、いつ出れるんだろう、いつ出れるんだろうっていうのはありました。それが分かった時になんかものすごくこう携帯が鳴っていろんな人からこうおめでとうとかいろんな言葉をかけてもらいましたね。でもまあ自分からしたらものすごく嬉しかったんですけど、まだ試合に出れてねえなっていう、なんかだからそこはある意味冷静だったなというか、でもその今までのいろんなことを思い出してすごく感慨深かったなっていうのはあります。その当時まだ僕実家に住んでて、でそれが分かった時伝えたらものすごくこう喜んでくれてました、ね。実際ベンチ入りして、リックさんを足を入れるわけですが、その時の気持ちだったらどうですか？あ、もう本当に、まあ、涙出そうっていうか、むしろまあちょっと涙出たかもしれないですけど、まあ本当にそんな感じでしたね。だからアップしてるんだけど、どこか気持ちがまた別のところに行ってるというか、なかなかそんなこと気持ちになることもなかったですし、本当にこうアップするのが難しいなぐらいの気持ちのこう揺れ動きというか、うん、なんか大変だったなっていうのは思い出します。サポーターの方々からコールがあったりとか、スタジアムのビジョンに自分の名前とか写真が載ってるっていうことにはどんな気持ち？でもサポーターの方からこう応援歌を歌ってもらった時は、まあ、多分泣きましたね多分というか多分泣いてました。でもそのやっぱり病気が分かって、もう一回こうプロを目指してあのビッグスワンのピッチに立ちたいっていう思いがあったからこそその瞬間があったと思うし、じゃなきゃ病気と戦うことも難しかったかもしれないなって思ってたので、そういう意味ではそのアップとかメンバーに入ったりだとかっていう時に、それまでのこう いろんな思いっていうのがこう本当に蘇りました。今までメンバーに入るまでは上から試合を見ることがあったんですけど、実際にこうベンチに入って同じ目線というか同じ位置から試合を見てみると、自分が思ってた以上にこう選手たちの、なんだろう、熱量とか激しさとかスピード感っていうのがこう実際に目に入ってきて、ここに入って俺やれるのかなっていうその不安とか、なんかすごいとこに来てしまったんだなっていうのは感じましたね。ただあともう一歩、さっきも言ったんですけど、あともう一歩こう踏み出すために何をしなきゃいけないっていうのも、その時同時にこう不安もありながら、あ、こういうふうにしていかなきゃいけないんだなっていうのは、やっぱ同じ目線に立ったからこそ感じられたことかなと。正直その日は試合出場したかったですか？いや正直気持ちが追いつかなくて、まあ、出たいっていうのはありましたけど、出て何かこう残せるかって言ったら正直ちょっと自信はなかったですね。きっとこれが自分が追い求めてた場所なんだなって思うのと同時に、怖えなって。だから逆に自分がそこに入った時に、今まで例えば心肺機能の部分でもこう問題を抱えたりだとか、もっともっとアジリティの部分とかまだ良くなるんだろうなっ
でもなかなか良くなっていかないっていうジレンマがあった中で、もしあそこに足を一歩踏み出すことができてプレーできたら、きっと何か変わるんじゃないかなっていう確信みたいなものもあったので、早くあそこに立ちたいなっていうのも同時にありましたね。初出場は2019年の10月5日の鹿児島ユナイテッド戦ですか、ね、なんかこれもまた面白いもので、スタメンで出るはずの選手が怪我をして試合に出ることになったんですよ。前日ぐらいに監督から電話もらって、まあ、スタメンで行こうと思うっていう言葉を告げられた時に、急にもうドキドキと、まあ、やらなきゃいけないっていうスイッチとが入りました。思い返してみれば、それまでずっと自分のできることはずっとやってきたつもりなんで、多分いつ来てもいい準備はできてたんじゃないかなって。ただ気持ち的に直前の方が多分そのそわそわしなくて、もうやるしかないっていう部分で腹をくくれたんじゃないかなっていうふうに思ってます。まず僕、バスで泣きましたスタジアム入っていくまでにこういろんなサポーターが入り待ちしてくれてて、応援というか歓声を聞いた時に本当にこうすごいなっていうのと、やっぱ小さい時からずっとここに憧れて、このサポーターの前でプレーすることが夢だったので、なんかそれをこうやっぱずっと思い出しちゃって、なんかまずバスの中でこう泣いたというか、実際に試合内容も6対0で勝つっていう、なかなか普段の試合ですらそういうことがないのに、自分がこう初めて出る時にそういうふうに対処して勝てたっていうのは、やっぱきっと特別な何かがあったんじゃないかなって思いますね。ピッチ上で戦えるみたいな手応えみたいなのを掴みました。やれるなっていうのと同時に、まだまだダメだなというか、やらなきゃいけないなっていうのはその時両方感じましたね。ただその終わった瞬間は良かったなっていう、まずは自分自身をこう褒めたいというか、ここまでこうやっと来れたなって安堵する気持ちの方が強かったですね。そうですね、まあ、良くも悪くも鈍感になったなというか、なんかやはり病気になる前は結構自分の中で自分自身を追い込んでストイックにこうやってきた部分があるんですけど、まあ、病気になってからはまあそういう部分も大切にしながら、語弊があるかどうかわかんないですけど、まあ、このくらいでもいいなって、なんかこういい意味で自分自身をこう甘やかすというか、まあ、そういう部分は自分の中でできるようになったなと思うし、成功することがこう大切って思ってたんですけど、ずっと病気になってから失敗することであったり、できないことも時には大事だなって思えるようになったなって思います。とにかくいろんな人に会っていろんな話をしたいなっていうのが、まあ今のプロやってる時もそうですし、まあサッカー選手を辞めた後でも